あ、もしもし。<laughs> あ、解放ちゃん。あ、さっきはタイミング、あ、解放でいいです。うんうんうん、解放。あ、お疲れ。タイミングが間違えてしまって申し訳ありませんでした。いいいいすみません。なんか取っ掛ける時とか,かコメントで今大丈夫って打ってくれたらあのいいよとか。 そうなんだ。そうそう、配信のなんか。うん。話しかねえな。うん。あの、流れとかがあるから。うん。流れまあ、リスナーさんが一週間だからわかんないや。うん、オッケーオッケー。まあ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 、いきなり電話かけたりメールもらってもさ、出れるとは限らないから。うん。あ、また今手が震えてきちゃった。やばい。タバコ吸ってんのに手が震えてきた。あ、そうなの大丈夫うん。大丈夫。ちょっと、深呼吸します。 わうあ、ダメだ、やっぱ あ、でも、震え止まった。震え止まった ?OK。オッケー震え止まりました。うんうん、はい。もっと震え止まりました。あ、タバコ吸える。うん。よかった。よかった、よかった。タバコ吸える。よかった、よかった。よかった、よかった。やっぱ、これから震えたときは、ワードウで発音。ワードウだったんだ。今の発声練習は。そう、今、ワードウだった。そう。うん。ワードウだった。そっかそっか。ありがとう。それか、ワードシャーンでもいい ワードシャーンとかシャンっていう発声練習ないから、うん、珍しいからいいかもしれない。うんうんうん。うん。うん、てか最近、<あ>こうやくんとワードさんのリスナーから怒られてしまって、うんうん、え、なんで怒られたるのあなた、いや、43にもなって4時間もね一緒にいて困らせてあなたは常識を知らない人ですねって 怒られちゃって。うん、へこみました。泣きました。泣いて。すいませんって謝りました、うん。もう全然いいよ。全然全然。そんな気にしなくて。ぶっちゃけ、和藤さんは、私のことうざくなかったですか。いや、まあ、だから、ほら、うざいと思ったら、今日はやめようとかさ。うん、今日はこれだけでって言うから俺、俺、うん。いや、うん うん、でもやめようって言ったのに、一人が怖いっていうのと、狭いとこはダメっていうのと、うん、あの、お札が怖いっていうので困らせてしまったから申し訳ないなと思って。う全然いいよ、全然いいよ。気にしてないよ、俺は。うん、また古い来ちゃった。古い来ちゃった。申し訳なさい思い出したら古い来ちゃった。うん、大丈夫 <laughs> はい、大丈夫です。うん、だから、自分の部屋8畳なんですよ。うん。8畳でサロンやってるのあ、家でサロンをやってるのだから、 そう、自宅サロン。自分の部屋がサロンでやってるから、自分の部屋を和むし、落ち着くから一人でいられるんだけど、うんうん、けそれ以外外も人の場所が。お客さんどれくらい来るの一ヶ月に。ネイルサロンは。お客さん一ヶ月一ヶ月。いや、友人、知人と口コミだから、うん、何人くらい来るの月による。だいたい平均。ざっくり、あのねご、ご飯ごちそうさせてあげちゃうから、うん、午前に一人、午後<な>に一人ぐらい。一ヶ月に いや、1ヶ月に何人ぐらいかいや1ヶ月じゃねい、1日、1日、1日。おー、まあまあ、すごいね。うん。うん。だから、あの、まずお茶出して、紅茶がいい冷たいお水がいいそれともアイスホットって聞いて、で、今日サイダーもあるよとか、健康的にトマトジュースもあるよとか言って、好きな飲み物選んでもらって。開放開放。あの、料金いくらぐらいでやってんのね、いるサロンは。 あえっとね、ネイルケアのみだと2号、号、うん、で、メイクは3000円。メイクさんの円ああ、結構まだ、ね、いいんだね。リーズナブルだと思う。ね、リーズナブルで時間かけて、本番、あのね、メイクだと、うん、私、成人式の前撮り行ってんだけど、うん、前撮りってわかる成人式の前撮り。わかるわかる。うん。うん、あ、ら、当日って忙しいから、混雑しちゃうじゃん。うん。うん だから、女の子は、最高のおしゃれをして、最高の一枚を撮っていきたいから、あの、一年中前撮りっていう仕事あるのね、土日宿に。たまに平日に、あの、高校卒業して、大学卒業してお仕事やったり、あの、後撮りになる人の場合、平日もたまに入るんだけど、そういう場合は、メイクアップアーティストとして外に出る。うん。あ、まあまあまあいいんだけど、電話の内容、要件何だったの あ、いや、なんかね、とにかく、うんうん、アンチが来てるのは、うん、あの、アンチが来るのは人気の証拠って信じていいのかってこと。もう,もう、もう、じ有,有名になったらいろんな人が来るから、しょうがないよ、いや、へこんで泣いて、うん、ほんとすいません、ほんとすいません、なんか自覚が足りませんでした、すいませんでしたって言って、謝ったんだけど、うん、でも、なんか、ペコリペコリってやったんだけど、 なんか、今度は、潜りになっちゃって、何にも言ってくれなくなっちゃったから、私は見放されちゃったんだと思って、いややっぱ人に見放せるのは辛いから、だから、ごめん、だから、みんなに好きになってほしいから、みんな楽しく好きになってほしいから、 <laughs> だから、でもね、ワドシャンギャルズのね、総長さんにはね、優しくしてもらってて、うんうん、なんかね、川口住んでたんだって、うんうん、で、太郎焼き知ってますかとか、うん、なんか、タメ語でいいですよとか言って、すごいよくしてもらってる。うん、今度会うと思う。う 部長さん、うん、部長さんの総長さんっていうか、うんミュ、ミュールパイセンって呼んでんだけど、うん、ミュールパイセン部長って呼んでんだけど、うん <laughs> うん、ミュールパイセン部長はすごい優しい総長。 あの,、うん、の、のりちゃんとためってして、うん、で、なんか私と4時間も配信して、すごい失礼じゃなかったですかって言ったら、いや、ワドはもう弟みたいなもんだから全然気にしてないよって言ってくれて、なんかむしろなんか楽しかった。放送見てて、あちょっと飲み物飲みます。薬で口が乾いちゃうから。 で、放送見てて楽しかったって言ってくれて。だから、そういうあったかい人も出てくるんだけど、怒る人も出てくる。怒られたの、ふわっちで怒られたの初めてだったからびっくりしちゃって。うんうん、聞こえてる聞こえてるミュートになってるかな 聞こえてますかアワドシアン聞こえてるなんかミュートになってるっぽいよ。 和藤さん。和藤さん、聞こえますか作業してんのかな和藤 <laughs> <coughs> <coughs> さん、聞こえますかあれ切った方がいいのかなこれ。 ももししあれもしもし,あれもし,もし聞こえるああ、あれあれもしもーしあれもしもーしもしもーしあれ、うんもしもーしあれ解放 あれ切れた。電波悪い。うん、もしもーしもそもそごめん電波悪かったみたい。なんか電電話が途中からミュートになったみたいで、うん、ミュートなのかなよくわかんないけど、そうさ、ん、私フワチもそうなんだけど、エーユーとドコモからエーユーに変えたばっかで。 うん、あんまり操作仕方が下手だから、うん、だからかもしんない。うん、うん、うん、うん,ん。そうか。そうミュールパイセン総長はめっちゃ優しい。うん、ミュールパイセンは。うん、ただ、のりこには気をつけろって言われて、のりこって誰と思って。え、なにミュールに何て言われたのミュールさんに、のりこには気をつけてって言われて。ああ。 な何を気をつけろってい,のでのいや、怖いから、ほ<う>は焼き餅焼きだから気をつけてって言われて<う>で、私、のんちゃんとのりこさんが同一人物なの分かんなかったのね。うん,う,んうん。それで、のりこさんっていう配信者さんがいるのかなと思って、うん、そういうあの、うん、アンチ。うん がえるのかと思って、<ー>誰ですかって聞いたら、のんちゃんのことだったはい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 。うん。うんで、のんちゃんってリスナーさんなのんどういうこと配信者さんあ、のんちゃんは、配信をする人、うんうん、配信はしないね。あ、あの、リスナーのみか。うん。あ、じゃあ、み、見られてるってことか、私も。でもわかんないけど。監視されてるってことか。いや、わかんない、それは。 ああ、ねそれは個人の自由だもんね。うん、そうそう。だって俺はリスナーさん選ぶ立場じゃないから、いろんな人に見てもらうのが仕事だから、花火で生計立なてるから。そうそうそう。あ、今、あ、私な、パソコン持ってたらな、今バンバン花火あげたいぐらい嬉しい気分。あ、本当に花火いっぱいちょうだいじゃん、後で。あ、OK、あのね、後で、お金ないけど、ぶっちゃけほら、あの、 親に、おんぶに抱っこで生活してるから、お金ないけど、ぶっちゃけね、ネイルとかメイクね、安価でやっちゃってるからね、ギャラ少ないの。うん。だから生活カツカツだからさ、花火のまとめ買いとかもなかなかできないけど、ちょっと頑張ってみる。ありがとう。ありがとう。うん、そしたらキラキラいつもして綺麗でしょそうだね。うん。ありがとう。うん。 ああ、嬉しい。でも、たまに、風船しか送れないかもしれないけど。うん、あ全然、全然いいよ。あの、気が向いた時でいいから、ね。風船でもいい。うんうん。できればは、<あ>花火<見>。いや <laughs> できれば花火。和田さんと話せるときは気がいつも向いてる。うん、あそうなんだ。よかったよかった。うん。気が、もうね、気が向きすぎて困る。うん、そっかそっか 困るからどうにかしろって感じ。でもあれ、その、海保好きな人がいるから安心だもんね、全然ね。うん、だって元彼とその30万エステ TBC 行ってきなって、ただ、それは俺と付き合うってことが前提ねって言って、もうすでに会う時のデートの洋服に7万くれることになった。えすごいね。じゃあ、その人と付き合うことになるの うん、一応お付き合いを前提に。彼、元彼振り向いてくれないから忙しい仕事だし。うん。あ、だそう、その人、その人が今一番好きなんだ。今、まあ、揺れてるっちゃ揺れてるけど、会うから。え、何誰と誰が揺れてんの、うん元彼と、30万の人に揺れてる。うんお。どっちにしようかな、うん。やっぱ元彼は、慣れ合いじゃないけど、会うと楽しいし、うん 家でギター聴かせてくれるし、うたけど,どんな曲作ってくれるんだっけなんかラブソング作ってくれるって。ね、<laughs> だから、君のイメージは、うん、ドラム缶と潰れたアンパン。ああ、いいラブソングだね。だから、うん ドラム缶は体型のことで、潰れたんか、うん、アンパンは私の体の感触。うん、触ると、ふかって、ふわってしてるっていう意味らしい。うん、で、中身がいっぱい詰まってるって意味。ああ、あんこがいっぱい詰まってるんだ。そう,そう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 。うん、だから、うん、空っぽじゃなくて、うん、いいものが、美味しい甘いものがいっぱい詰まった。 ゆみだよって、うん、まあ解放だよっていうラブソング、うん、うん素敵な彼だったんだよね、うん、元彼はそうだねだったっていうか素敵な彼だよ今も、うん、ねえより戻るといいねそうだからより戻るか、うん、エステ30万の人に行くかすっげえ迷ってる、うん、なに、どっちの方が好きなのいや 好きなのはタイプ、顔のタイプは元彼は、あのもう、いかにもミュージシャンって感じで、子役もやってたもん、役者。ちっちゃい頃、劇団東宝東宝って言ったかな、劇団ひまわりじゃなくて、そういうのに入ってて、役者もしてたぐらいだから、顔立ちもかっこよくて、ヒゲで、ロン毛で縛ってて、目もパッチリしてて、 ただ、メガネはかけないんだけど、メガネフェチだから私、私、うん。言ってたね。うん、メガネが、うんうん、メガネだてめでもあったら、私買ってあげたいんだけど、メガネはきついから嫌だって言って、断られて泣いた。あ、そっかそっか。<laughs> せっかく買ってったのに、これいらないって言われちゃって、うん、じゃあ飾っとくよって言ってた。うん、部屋の、うん、あの、<や>インテリアに、 かけてはくれないけど、飾っとくって言ってくれた。なるほど。30万の方の魅力の、30万と元カレの争いで、30万の人はどういうところがいいな優しさ、うん、うん、あと、放送いつも見てくる、あ、配信、いつも来てくれて、楽しいやり取りができて。え、何、もしかしてリスナーさんなの、その人。 えリスナーさん、リスナーさん。リスナーで出会ったのじゃあ、ここ最近、この一週間で出会った人なのそうそう ?30 万くれるって。そう、この一週間、この一週間。その人と会ったことあるのいや、これから会う。6月の24日かな。そうなんだ。 うん。で、LINE で一応お互い顔、ビデオ通話にして、顔は確認してるの。でも、その人は、なんか前にハーハー電話かかってきたこと話したっけいや、聞いたことない。どんな電話かかってきたのあ、なんか、放送、配信を初めてやった時に、なんか、LINE のやり方教えてって言われたから、はーいって言って、あれしたら、かかってきて、 で、出たら、いきなり、はあはあ、解放のことを考えて今ニーしてる、はあはあとか言われて、いや、私そういうのじゃないんで困りますって言っても、もう行きそうだよ、行きそうだよ、行きそうだよとか言って、なんかエッチなこと言ってとか言ってるから困っちゃって、いや、本当にそういう気じゃないんで困りますって言って、うん、すごい嫌だった。うん、そういう人がたまにいるの。 でもその人と付き合おうか迷ってるんでしょそのリスナーさん。あ、違う違う違う。<ん>別,の別の人、別の人。あ、別の人か。ほうほうほう全然純粋な。何、何気にね、私のファンいっぱいいて、10人ぐらいしかいないのにいっぱいいて、女の子にも付き合ってって言われて、で、 あのー、男の子にも私の弟よって言ってる子がいて、うん、でもなんかお姉ちゃんだけど付き合いたいって言うから、それじゃ親近相、謹慎相関になっちゃうじゃんとか言って笑って話したりとかしてんだけど、うん、だから弟、だからファンで弟だったり、うん、兄だったり、うん、彼氏になりたいだったり、うん、結婚したいだったり言われてる。 うん。うん、その中の真面目な一人が TBC に通わせてくれる人うん,る、ね、うん。真面目で堅実で、うん、ただ顔はタイプじゃない。畑元博じゃない、うん。別に他に好きな人いるわけじゃなくて、その二人と選んでるわけでしょ今。うん、二人二人だけ。でしょう,うん。二人だけ。そんなに、私人数さばけないよ。だよね。もうどっちにするか決めればいい。新図だから。今 今は決めれない。うん。え、でも二人と迷ってる。さすがに。二人と迷ってるんでしょ、うん聞こえてるうん、聞こえてる。二、うん、人、どっちにしようか選んでるんだよね。うん。うん、うん。なるほど。うん、そう、二人の間で入れてるけど、うん、彼氏は、元彼は忙しいから、あ,うん、あの、作業するからダメって。 今日行きたいって、家で作業してるから、今日行きたいって言っても、うん、作業あるからダメって断られたりとかして、うん、なかなか会えないのね。正直、どっち何パーぐらいの可能,可能性どっち選ぶかって。えっとね、元彼30%パーのエステ TBC30 万の人が70%パーぐらいかな、今。うんうんうん。じゃあもう月決めればいいじゃん。そのエステの人。ええ、でも。 でも元彼は忘れられないよ。だから、元彼がいてたまに会うけど、やきもち焼かないって聞いて、うん、焼かないよって言ってくれれば付き合えるかもしれない。うん、そっかそっか。大変だね、女の人は。それで、うん、うん。だ,だから、そんな元彼二度と会うなって言われたら付き合えない。お断りする。エステの料金も諦める。うん、一途だね。 いや、一途だよ、私。あの、好き好き言われるの、ふわっちが初めてで、うん、びっくりしちゃってんだけど、私もモテっぷりに。うんうん、ど同性からす好き、付き合ってくださいとか言われるの、初めてだから、あ前になんかレズビアン、うん、女子校だったから、うん 手繋いだり腕組んだりとか、軽いチューはしたことあるけど、うん、女の子に付き合ってって言われたの初めてだからびっくりしちゃって嬉しくって、うん、まあペペローションの話してた時だったから余計かもしれないんだけど、そう。うんうん <laughs> 女の子が、まゆが、俺と付き合ってください、かっこ笑とか言って。うん。いいよ、じゃあ、みんなが私と付き合いたいって言うから、じゃあいいよ、まゆと付き合うから、男性ごめんね、とか言って。うん、でもさ、でもさ、ちょっと俺気になることがあるんだけど、うん、聞いてくれるあ、なにうん。俺さ、解放からさ、コラボしたじゃん、この前解放とコラボして。うん、したした。したよね。 知ったときにさ、うん、和藤さんのことが好きになってしまったらどうしようってメール送ってない俺に。うん。送ってる。それはね、うん、さっきの30%と100%の上の120%で、その20%ぐらい。ああ、そうなんだ。そっか,そっか、うんだ。から100、うん、私の正常値が100だったら、和藤さんはありえないんだけど、半、うん、だから。うんうんうん ファンとして俺のことが好きって意味だったのか。そうそうそう。気持ちが高まって120%の20%が出ちゃった感じ。だからね、安心して和道ギャルズのルーキーだから、それはミールさんもリスナーとして誤解してくれてね誤解してた恋愛として俺のことかと思って、全然違う。そそっっかか 全然違う。ま、ごめんなさい。<ー>和道さんとお付き合いできません。ごめんなさい。私から振る。うん、そっか。私から振っちゃう。うん、ごめんなさい。うん、そんな人気者でね、アイドルでね。うん、あのーうん、和道ギャルズ、クソババー、うんうん、メンヘラ、クソ、 ビッチじゃなくて、ビッチじゃないよね。メイヘラクソババアのファンをたくさん持つ和藤さんと付き合うなんて、雲の上の存在だから、ありえない、うんね。そうだよね。わかるわかる。だから、和藤さんには会いたいけど、ステッカーを買いに行く理由で、うん、てかね、ステッカーこの前私荷物いっぱいだったでしょ。うん、で、どっか行っちゃったんだよね。 またじゃあ見つからなくて。また支援してくれたら全然終わったすよ。あ,あもちろん支援する。だから新宿で日7日でマッサージ。うん。ビジネスホテル。俺の部屋すごい狭いから、マッサージできないよ。うん。うん、そ、うん、したらビジネスホテル支配じゃないや、支援するよ。 ラブホじゃやっぱやばいから、ビジネスホテル、うん、いや、全然ラブホでも全然いいんだ。高いよ、新宿、ホテル。そうなの私、物価はわからない、最近。彼氏の家でしか一致してないから。<う>ラブホの物価はわからない。あの、新宿のラブホテルって2万ぐらいするよ。あー全然平気だよ。全然平気なんだ。2>, 2万なら。うん,うん。 じゃあ、フリータイムとかだったらいいんじゃない、うん、フリータイムでも、でも結構高いと思うけど。うん、いや、フリータイムで2万でもいいよ。だって、支援の人が30万は支援してくれるって、うん、マックス30万支援するって言ってるから。えでも、それエステ代でしょ、うんエステ代,エステ,代エステ。エステの代金30万支援するの<あ>それホテル代。いや、でも、それはエステから削るよ。 エステ削ってもいいよさんーーいでもリスナーさんから30万もらう理由はエステに30万使ってっていう約束じゃないのうん、うん、約束だけど、うん、あとはデートの時に新しい服買う代としても30万のうちに入ってるから、うん、その30万を大丈夫新宿に泊まるホテル代に使っちゃって大丈夫なのあ全部じゃないよ、うん、2>, 2万だよまあまあまあ2万うん。 使って大丈夫な怒今二三万。あ大丈夫、大丈夫。てか、私もそれぐらいは持ってるお金。あそっかそっか、ごめん、ごめん。うん、ごめん。そこまで貧乏じゃないよ、見くびらないでよ。ごめん、ごめん、ごめん。うん、申し訳ない。うん、怒るよ、マジで。いや、ごめん、俺俺が貧乏だからさ。うん、自分のあれで判断しちゃってごめん。 うん、私、メークアップアーティストでネイリストだよ、一応。そうだよね。仕事をちゃんとやってるもんね。うん、小金は稼いでるよ。うんうん、ネイルチップを内職みたいに。うん,うん、うん、毎日作ってるよ。うん、うん、うん。ありがとう、ありがとう。ちま,ちま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 。うん。だから、小金は持ってるから、2万ぐらいだったら出せるから大丈夫。うんうん、ああ、りがとう。うん、うん、全然安心して。うん,うん、うん。 で、うん、ほら、ハンドパワーあるっつったじゃん。うん、ハンドパワーって言うとミスターマリックみたいだけど、うん、なんか癒しパワーっていうのかな。寝ちゃうんだよね、みんな。うん、ハンドマッサージしてると。うん、だから、私のうちのサロンでは U 字枕用意して、つ、うん、っぷして、話しててもいいし、つぶして寝ちゃってもいいよって言って、うんで、話したい人は話しながらマッサージして、うん で、寝たい人は寝といてって感じなんだけど、みんな私と話したくてしょうがないの。で、話してんだけど、そのうち寝ちゃう。うん、で、はい、マッサージ終わりましたって言うと、うん、揺らさないと起きなくって、うん え、はい、終わったよって言ったら、あ気持ちよすぎて寝ちゃった、ごめんねっていうか、いや、ごめんじゃなくてありがとうだよとか言って、うん。うん、そんくらい癒しのパワーを持ってるらしいの。オッケーオッケーオッケー、わかった。じゃあ、あの、試合、試合近いから、ちょっとじゃあ、俺も生体とか行きたいなと思ってたから、ちょっとじゃあお願いしてもいいうん。ただでいいのああ、もちろんもちろん。ありがとう。ただでいいよ。そりゃ。なんか悪いね。あ、じゃあ、ステッカー代としてでいいかな。

ライター、もらったライター、すごい良かったよ。ライターくれてマジか。ありがとうね。私、ライターコレクターだからさ、うん。オイルだと、なくなるとアウトだからね。うん、まあ、俺、ほら、うん。ありがとうね、ライター。なんか、3つぐらいくれた、ねうん、ライターね、和、和動作イメージのやつのシルバーのやつ。うん,う,んうん。 うん。うん、シルバーのやつは、和道さんのイメージだなと思って、特に。うん。それで入れた。あ、うん、そうなあと青は夏でらす、うん、夏らしいから、うん。入れた、うん。うん。うん。ありがとう。でもね、あ,あのライトは全部タダなんだよ、うん。あ、そうなんだ。タダなのこれ。あの、新発売の時とか、商品を押す時に、 うん、推し、推し、推し商品を売るときにライターついてる場合があるの、うん、そのメーカーの。ーラークならラーク、うん、ケントならケント、うん、丸ボロなら丸ボロで、うん、あの、この商品を今売り出したいですっていう、うん、あれがあるときにライターつくから、うん、今ね、ライター100個ぐらい持ってる。うん、あ、そうなんだ。 うんでタバコ吸うって子には大体1個から3個必ずあげててみんなこんなに素敵なものただでもらっちゃっていいのって言うからいいんだよ、私100個ぐらい持ってるしコレクションの一部だし持っててほしいって思うからどうぞ使ってって言ってあげてるうんありがとう、俺3個もらったからもうライターは大丈夫だよ、ちなみにあのステッカーッテ1000円で1枚プレゼントだから2000円。 くれた人は2枚とか3枚3000円くれス3枚っていう形でやってるから1500円だと損しちゃうからうんあいいよ1500円で買うよ私一5一円にかけてうん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 そっかそっかだから1枚半分は気持ちで出すうんありがとううんうん全然いやっていうか疲れたでしょう疲れてる今も疲れてるねうん 今日も疲れて1日じゃ取れないそうだねやっぱ23日かかるかなああ響くかやっぱ年か30超えると疲れが1日じゃ取れないかうんそうだねうんっていうかね捨てロの練習大変っていうか大変言葉じゃ収まらないぐらいだもんねすねがほら骨に当たるとか言ってたじゃんうんそうだね だって骨って肉に包まれてるのに骨が痛いって何なんだろうと思って、骨の痛さなんて私感じたことないから、うん湿布は張ってるけどね、膝に。ウォーキング5時間もしちゃったから。膝には張ってるけど、さすがに骨には貼れないもんね、湿布ね。そうだね。 だからやっぱ体中湿布で白ずくめに、マッサージしてから体中湿布貼って白ずくめにして、あの、うん、外側から中側を冷やす方法がある。うん、うんうんうんど。何枚ぐらい貼るの、うん、もう50枚ぐらい。あ、聞こえるうん、うんあ。ごめん。ちょっと電波悪かった。何枚ぐらい貼るの、うん 50枚。ああ。結構貼るんだね。うん。だからうん。背中、腕、うん、足、腰、うん、あとはリンパの流れてるとこだから、脇、脇毛ちょっと巻き込んじゃうけど、あと腹筋でしょあの、体にもパンチもらうでしょうん。だから腹筋も貼った方がいいのかなうん。だから前足、後ろ足、 膝、あと、足の甲うん。っていうか、裏と甲に、う、U 字にして貼るっていうのもうじゃ体中に、あの、そうそう、だから真っ白。うん。あの、白塗りみたいな感じ。うん。顔以外。うん。うん。ぐらい貼る。うん。わかった。OK。うん。その方がいいと思う。った。その方が、捨て頃に、うん。絶対、優勝優勝っていうのなんていうの ?KO? 大丈,夫うん、大丈夫大丈夫大丈夫 OK じゃあマッサージの後にシップ50枚貼ってくれる感じねうん、うん、そうそうシップ50用意してるから OKOK 分かったありがとううん、うん、あ長電話しちゃったから悪いかなうん全然全然大丈夫だよみんな楽しく全然みんな怒ってない怒ってないよ全然怒ってる人いない誰か怒ってる人なんかいないよなん 解放来やがったバカ野郎とか。全然ない、全然ない。解放嫌いとか、<や>解放は、うん、ズうずうしいやつだとか、うん。なんか解放は、解放は4時間も一緒にいてずるいとか、うん、なんか常識がないとか、<laughs> 常識がなくてごめんなさい。いい、いいよ。常識なんてう。常識ない。常識なんて常識ないごめん 本当にそんなつもりじゃなかったのに怒られて、常識、うん、<laughs> ない、私は1人が怖いだけだったのに、常識ない、常識ない、43人はなって、常識がないって言われてしまって、すごくアンチなんていう言い方、失礼かもしれないけど。 すごい言葉責めされたのを怒って、ああ、ごめんなさい。それでどうしよう、どういうふうに対応すれば、アンチが初めてだったから、どういう対応すればいいかわかんないから、1分間ぐらい頭を下げて、これが私の誠意です、ごめんなさいって、雨に顔を出しにとき、あごめん、はあはあしちゃってるかもしれない。深呼吸とか発声練習して。 うん分かったじゃあワードをャンでいくねちょっとあのコーヒー牛乳飲んでから1分間ねうん1分間1分間メインメインっていうか目標薬飲むからさ喉乾渇くんだよねうんじゃあ行こうかうんわー あ、ダメだった。うん。何秒？ごめん数えてなかった。あと声マイク遠くしてない？マイクなんか音遠くなったからスピーカー離してない？離さないね。あ、うん。近いよ。うんじゃもう一回行こう。ん大丈夫もう一回行こう。うんはい。はい。どーん。 おおちょっとずるした今そうだねちょっとよくなかった今ヒックうん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 ケー最後落ち着くために1分必ずやろううんうんあ分かったじゃあ次シャンでいくねシャンは伸ばしづらいんじゃないのかないやうんで伸ばすから平気オッケーオッケーよしシャーン あやっぱ20秒、<coughs> 20秒ぐらいだね。短けえなあ、短けえなあ。1>, うん、1分できたのに昔短けえな。うん、短けえ。うん、やっぱ中学の時の自慢しててもダメだね、男役やってたってっても、うん。あ、中学校の時演劇部だった 演劇なんかその時のセリフは放送部そ,その時のなんかこうミュージカルとかやるんでしょなんかセリフとか、うん、ミュージカルっていうか歌は歌わないけどうん、うん、セリフは言うよ歌っぽくできるのじゃあせを、うん、ああミュージカルじゃなくて普通の演劇演劇部だから例えばどんな感じで喋るの演劇の時って ええ、その時は声低くしてて、か元から低いけど、俺のこと好きなんだろ正直に言えよ。なんで正直になれないんだもっともっと俺についてくればいいじゃないか。うん。いいね。俺のことだけ考えてくれればいいじゃないか。続けて。なんでそんな心配するんだうん、いいね。続けて。俺は、お前しか見てないからさ。 なんで、だからなんで、なんで、なんで勘違いするんで俺俺、他の女なんか会ってないし。他の女なんか会ってないし、おめえしか見てないし。おめえしか見てないし。てか、おめえしか見えないんだよ、俺は。俺は、もう一度言うよ。俺は、おめえしか見れないんだよ。おめえしか頭にねえんだよ。おめえしか、 てか、優香しか愛せないんだよ。分かるか分かるかわかんない。わかんない。もっと伝えて。分かんない、うん、あ、今、女役ってことあ俺も今、今、うん。あ、あ <laughs> 演劇になってるってこと <laughs> オッーケーオッーケ,ーーケ,ーーケー、そう、そうなってる。あ、ね、え、わからない。あ、じゃあ、もっと可愛い声で、わからないから、もっと伝えてって言って。わからない、わか、ああっ。<laughs> <laughs> ワドシアハハ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 ハった。うん。もう一回やってもう一回やっていやもういいわなんかもういいわもう一回じゃ照れるからじゃ普通の声でいいから女役やってもオッケーオッケー普通の声でねあじゃ親友の男同士みたいな親友でこう海辺とか川辺でこう会話するみたいなシーンやらない男同士あじゃあね あの、川で、川辺で石を投げて、ポンポンポンって何回飛ぶか、うん、オッケーオッケー。やろうか。うん。じゃあ、放でいいのじゃあ、俺、俺石投げるわ。じゃあ、競争な。うん、オッケー。競争な。開放、じゃあ、お前先にやれよ。ポンおうンおオッケー、オッケー、オッケー。お前に負けるはずねえじゃねえかよ、俺がさ、この俺はさ。じゃあ、行くぞ。ああああせーの、さ、振りかぶって。 せーの。ポンポンポン。あ、二回だよ。お前全然ダメじゃないかよ。なんだよ、回復。何言ってんだよ。何言ってん今は序盤だよ、序盤、序盤。もう一回投げていつもだったら五から七は行くんです、絶対よ。5から七は絶対行くんだっつうのじ。じゃあ、お前もう一回投げてみろよ。 いや、じゃあ、まずはお前がお手並み拝見って感じだよ。俺かよ。じゃあ、行くぞ。うん、いいよ。行くぞ。おいよし。ポーン、ポーン、ポーン。あ三3回行きやがった。悔しい。わあマジ悔しい。でも、そんな三ね。3回行きやがった。ああ<ー>。あ、ぐらいな感じかな。いや、続けようよ。声違う。あ、いいの続けていいの、うん、続けよう。うん、いや、時間大丈夫大丈夫。 うん、リスナーさんも大丈夫。大丈夫,大丈夫、気にしなくていい。これ楽しんでもらえてるばいい。大丈夫、大丈夫、大丈夫。あ、うん、じゃあ、じゃあ今度俺が、5回は絶対行くわ。やって,ってか、5回行けなかったら、あの、Mac おごる。何マックだよ。今日の、メガマックだよ。<お>メガマックの最高のマック、うん、一番高いマックを、うん お前、あの、メニューの端から端まで、一個つ食べ、食べきるのがもう、もあの、命令な約束それ、約束できるああ。あの、端から端、あの、女がよく言う、端から端まで全部いただくわっていうセレブみたいな感じだぞああ、それを全部食い切れるから、<ぜ>食い切れるかああ。食い切れねえだろ、ダメだろ。目がまく止まりだろ、お前は。 ああいやお前約束守れよあいいよじゃやってみろいいよ行くよよしいくよ,<う>よ,いくよじゃあちょっと振りかぶりもさっきより激しく振りかぶるああてかちょっとあのうあのラジオ体操させていいよあの体のストレッチうん腕,腕のストレッチさせて今してるからうんう 右手。左、今度左手。うああ。ああ、やっぱ腰痛な、仕事柄。背中と腰痛仕事柄な。俺製造業じゃん。荷物、箱じゃん。だからね腰、腰俺俺俺、言、はい訳じゃないんだよ。俺高校生だけど。言い訳じゃないんだよ。俺、学生のつもりだけど。 あ、ごめん。ごめん。うん、俺は、バイトでやってんだよ。バイトでな。お前、バ,バイトでしてお前あれだもんな。高校行かなかったもんな。まあな、落ちちゃったんだよ、効率。<laughs> ああ。でも働いてて効率落ちたのも、自慢すんのもあれなんだけどさ。<laughs> まあ、あ,あ,あの、お袋には、お袋には、早く世界に出てくれて、<laughs> 家にお金してくれてありがとうって感謝されてるよ。ああ。 うん。ワドさ、ワド<あ>は高校、彼女とかいないのいや、いねえよ。女、女,とか女関係は。いねえよ。そんなの。え、まじ男子校じゃねえよな。驚愕だよな。ああ驚愕だけど。お前いんの驚愕だったら女出会い放題じゃん。いや、俺いるよ。お前いまこちゃん。 うん、まこちゃんのこと知らねえあの地元のちょっと先のセブン‐イレブンの角の3軒目にまこちゃんっているじゃん。どうまこ、うん、あれ彼女だよ。あそうなんだ。あのすげえブス。うん。うんすげえブスだな何言うんだよ。すげえかわいいよ。でも、俺、だよ俺中学の時、中学の時、セフレだったよ、まこえ俺、聞いてないんだけど。 マジか俺殴っていい俺のマコ取るんじゃねえよ。いや、取るんじゃなくて俺のマコ先食ってんじゃねえよ。俺のマコ俺のマコを先に食ってんじゃねえよ。あいつが勝手に俺に惚れたんだよやるかやるのかやるかや、ていうか、ブスって言っただろブスと付き合ってたのかお前、ブスっておうめちゃめちゃブスじゃねえのかよ。あいつめちゃめちゃブスだわ。ブス、何 何ブスとセックスしてたのまあな。な、どういう意味だよ、それ。やりまん、やりまんじゃないよ。マコは、ま、やりまんじゃないよ。お前がやりちんってことだよ。知らねえよ。お前やりちんだよ。マコのことじゃ何一回やって捨てたの三回だよ。 三回もやったのああブスだと思ってんのに三回もやったのうん。マジかうん。許せねえんだけど俺。なんでだよ。だって今は俺のマコなのに、うん。あんなブスとか言いやがったし、うん。あんなブスってどういう表現だよそれ。三回もやっといてよ。うん。顔見ないでセックスできねえだろう。キスできねえだろう。いや枕かぶせてたから大丈夫だよ。 なんだよ、窒息しちゃうじゃん。うん。マコが窒息するだろう。うん、ていうか、ひどいよ、ひで、ひでえワード。ああ何マコ泣かなかった知らねえよ。枕かぶされて、枕の中で泣いてたんじゃないの知らねえ、あんなブス。つうか、おめえ殴っていいか、一発。なんだてめぇ、やんのか。ああ おめえボクシング、アマチュアボクシングやってるっつったよな。ああ。俺はもうやってねえけど。バイトで合体はいいんだよ。腕筋すげえんだよ。うん。マジでさ。一発、こを殴っていいうん。それか腹、どっちがいいうか、ほっぺか、腹、どっちか選べ。ほっぺで。マジで。ほっぺで。ほっぺでいいか。ああ。 顔でいいか。ああ。オッケーいや、それは、俺が殴るのは了承するな。俺の気持ちは収まんねえから。ブスと付き合ってるからな。ああブスって言うな。ブスって言うな。ブスって言葉禁止な。ブスマコちゃんって言えよちゃんと。ブスだろ。ちゃんって。あんなの。あんなのブスだろ。マコちゃんって言えっつってんだろブスだよ、あんなの。 マコちゃんって家つってんだろブスだっつってんだろマコちゃんマコ、まあ、ちゃんマコ、まあ、ちゃんのマンコは綺麗だったよ。綺麗なね、純粋な女だよ。だからお前とは三回やったかもしんないけど、きっとお前のこと好きだったんだよ。実は俺もだ。だからまた開いた。実は。 俺まだマコのこと忘れてないんだよね。ちょっと待って、展開違うんだけど。俺殴る、殴る設定じゃないの俺、ちょっと待ってよ。俺殴る設定から、からのマコ好きってなんだよ。俺の彼女だよ。俺まだマコのこと忘れらんねえんだ。ごめん。じゃあ、ブスって言ってたのなんだよ。ブスって言ってたのはどういう意味本当は一回目やってん、ね、やきもちで、ねま。本当はマコとは一回目やってんだえ、何あ、何片岡たのお前が羨ましくってさ。なんだなんだ <laughs> 友情じゃん、男の友情じゃん、これって。じゃあ、俺の、俺たちのこと応援してくれてるってことああ。それとも、やきもちまこのこと幸せにしろよ。もちろんに決まってんじゃねえかよ。<laughs> じゃあ、今日は。今、腹やった。お前、セリフかぶせんなよ。<laughs> じゃあ、<laughs> 腹にね、<laughs> 一発いった、今。<laughs>

OK かオッケーかこれは、ビンタは、そういう、嘘をついたお前が悪いから、ワードが悪いから、ビンタだけはさせてくれ。そうじゃないと、マックはおごれない。うん、マックは、クはおごれねえ。でもよ。マック食いたくねえのか、お前解。解放。知ってたああマコの。なんだよ。マコの。小学生の頃。 マコ<あ>お兄さん交通事故なんですよ。ああセリフかぶせんなよ。な、知ってるかかよ。ああ、知らねえよ。小学生の頃、マコ<あ>お兄さん亡くしてんだよ。ああ、知ってるよ。知ってるのかよ。なこの前泣いてた。ああ、そうか。じゃあ、この前。じゃあ、俺から言うことは何も。ああ何もで。 うん。うん。すげえ泣いてたから。あ,あそうか知ってたんか。うん。すげえ泣いてたし。じゃあ、まこが。いや、俺も、もらい泣きして、抱きついて、一緒に泣いた。うんうん、あ,あ思い出す。いや、兄ちゃん、兄ちゃん子だったからな、あいつマコな、まこな。兄ちゃん子だったからな。でも。つれ思い出だよな。うん、でもさ。 知ってるか解放。ああー、俺、泣くよ。解放、な、なに技。わざその兄ちゃん、実は生きてんだよ。え嘘、ー、だー生きてねえよ。だって、交通事故で死んだって言ってたよ。タッチの、カズヤの設定みたいに、死んだって言ってたよ。生きてたんだよ。なんで、交通事故で生きてたのマクドナルドで働いてるから、か今。待って <laughs> 俺の行くマックじゃん。名字変わったとかなんか離婚して、親が離婚して、名字変わったとかいや、名字変わってない。え,の,えのり、えのりこじゃねえや。マコ、マコの名字と同じってことうん。芹沢芹沢。芹沢誠さん。嘘生きてる。ま、ま、マコとマコとなんだ。うん。紛らしいな、それな。うん。 なんだそれうん。まことまことなのかうん。俺聞いてねえぜうん。いつ聞いたんだよそれ。い,<や>いつ聞いたんお前いつ聞いたんいや聞いたっていうか、結構有名な話だわ、地元では。マジかうん。俺知らねえし。そうだな。知らねえの俺だけマジで。お前そういうとこあるから、 気をつけろよマジでかマジでかこれくらいにしようかなかなかの演技力だねやっぱりはいありがとうございますうんアドリブ力があるから今から劇団入ろうどっかのどっかのそうすればリリー・フランキーに近づけっかなリリー・フランキーになりたいの女版リリー・フランキーになりたいああそうなんだ役者もして絵も描いてうん あの、文章も書いて、構成作家もして、映画も出て、エロい話もして、真面目な話も聞いて、私会ったことあるんだけど、コネ使って、テレビの、テレビ局のコネ使って、すっげえ優しかった、リリーさん。リリーさんは人間の鏡。私、年下にしか持てないけど、リリーさんなら抱かれてもいい。リリーなら大抵やってもいいみたいなね。 うん、ああ、もう、もう、リリーさんだったら、もう、あの、地べたに寝っ転がって大の字になって、あの、すべてを捧げるんでよろしくお願いしますって言っちゃう <laughs>。うーん、そうなんだ。<laughs> それぐらい好き。うん,う,んうん。うん、だから CM で、トン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 、日野の,のにトンとかやってるでしょいや、わかんない。テレビないから。え、テレビないのうん。ワドさん。うん<い>、ワドさん。テレビ見ないのテレビ見ない、俺は。 ちなみもしないのテレビ。見ない。嘘時代に乗り遅れちゃうじゃん。うん、今、あの、流行りとか知らない、まあ、ニュースすら見ない、俺は。え、でもほら、あのー、スマホ持ってると LINE ニュースとかで流れてくんじゃん。ああ、まあまあ。今さ、うん あの、森、森広学園問題とか、あとなんかもう一つ学園問題とかがあって、大変なんだ、んな,うん、なんか世の中。あとミサイル、うん、朝鮮の。<ー>朝鮮のミサイルが何発来たんだろう。うん、なんかね、朝鮮、北朝鮮が、かなりね、調子こいてて。うん、俺、北朝鮮のス所とか知らないから。何に何知らないの知らない,知らない、海域を越したんだよ。そうなんだ。俺、知らないんだ。北朝鮮が、うん まじか。和道ダメだな。和道ダメだな。そう。いや、常識人だと思ってたから、和道さんは。常識ねえな、おめえ。全然ないよ、俺。全然ないよ。まじか。じゃあ、昔が常識人で、社会人で、会社立ち上げてたから、その時の知識はあるけど、最近の知識がないってことか。全くない。あー、なるほど。 だから、ソフレを知らなかったんだ。ソフレって言葉聞いたことないよ。だから、ソイネフレンドの略だよ。うん。ソイネフレンド。セフレはセックスフレンドでしょう,うん、それはわかる。うん。で、ソフレはソイネフレンドの略。セフレいんの解放。いやいないいないいない。私だから軽くないって。見くびんなよ、ワード。ごめん。マジ、マジ怒るよ。 あ、今、怒ってちょっとダーンってやっちゃった。うん。マジ、ミクビんなワード。うん、い,やいや、いる私そんな軽くねえぞ。いやいやだって、セフレって言葉を出してきたから、セフレいいのかないやいやいや、みんな使うじゃん。んみんな使うじゃん。セフレって言葉を。私、うん、何人のセフレがいて、とかって、うん。うん。いや、ミクビんな、マジ。ちょっと怒る。うん、<laughs> あ息切れてきた。 怒って息切れてきたよ。発声練習した方がいいよ。ん発声練習しないと息切れたぞあそっか。うん。わあ。わあ,ーあー。息切れてるから無理だ。はあー。ドーん おおおー。おー。あ、ダメだ。今日ダメだ。うー。 <laughs> ごめん、数えてなかったわ。申し訳な,いなんだよ。今長かったのに。ね、結構長かったよね。なんだよ、お前、数えとけ。今長かったよね。マジで。一番長かったよね。今俺頑張ったよね。うん、なんだよ。俺、開放に好きって言われたから、告白されたんかと思って、俺、ちょっと開放のことを意識しちゃってたわ。うんうん、なんか恥ずかしいわ。マジか。 マジか違うよ。だから120、120%にもし私がなるとしたら、うん、その20%だけ上げるってことそういうことだったんだよ。な、まあ20、20%だけ投げてやるって感じかな。そっか。うん、うん。だから元彼、元三十30%の30万のエッ融資してくれる人70、70%で、100じゃん ?100 で人間って満タンじゃん。うんうんうん それが、リア突して上がっちゃって、うん、軽装状態になっちゃって、うん、120%になっちゃったら、うん、その20%がワドに恋してるみたいな、エア、うん、エア恋愛、うん、になったってこと。うん、だから勘違いしないで、そこまで軽くないから。そっか。私も。そっかそっか。うん。わかった。ごめんなさい。あの、勝手に振るけど、 勝手に振っちゃうんだけどごめんなさい、和堂さんとお付き合いできません。私、好きな人がいるんで、うん、お付き合いは無理です、うん、のんちゃんを大事にしてくださいそうだね、うん、のんちゃん、やっぱ一緒に暮らしてる人をね、うん、うち、おとんとおかん、実家だから、うん、おとんとおかんと一緒だけど、うん、やっぱね、一緒に住んでる人を一番大事にするのが一番いいよ。うん まあいろんな誘いとかね、人気者だとあると思うんだけど、うん。それはやっぱ断って、やっぱ一筋まあよく一筋縄には行かないって言うけどさ。でも、一緒に暮らしている女一筋っていうのが正しいと思う。俺は。俺的には。うん。やっぱ、泣かしちゃダメだよ。 やきもちはしょうがない、女だから。うん、でも、泣かしちゃだめだよ。うん、涙を、女の涙を見せ、いや、嬉しなきゃいいよ。うん、うれ嬉しなきゃ全然いいことだよ。うん、だけど、うん、女に影でも表でも泣かしちゃだめ。それは私もよく泣くから、うんうん、よく泣くから <laughs>、よく泣くから、あれなんだけど、女を泣かしちゃだめ。 <laughs> お腹泣かしちゃダメ。辛いからすごい、うん。心配で心配でしょう、しょうがなくて、うん。すごい、一人で、一人の部屋で心配で心配でしょうがなくて、逆に怖くなっちゃったりとかして、自分の部屋なのに怖くなっちゃったりとかして、うん、心配だけど、連絡取れないって、マジ辛いんだ、うん。うん、<laughs> だから、うん、 安心させるために、出かけるときの電話と、今着いたよコールと、今から帰るよコールは、絶対男としてのエチケット。うんうん、一緒に住んでる女いるなら、まあ、別々に暮らしてるんだったらあれだよ。うん、そんなしょっちゅうだとないかもしれないけど、うん、別に暮らしてる。もう一緒に住んでるって夫婦みたいなもんじゃ、うん、いや、別に暮らしてるわ。あれ違うのうん。あ あ、たまに来るぐらいか。うん。あ、間違ったわ。うん。じゃあ、じゃあいいわ。うん。あ、私はてっきり同棲してんのかと思ってて。してない。あ、違うのうん。あ、たまに来る程度ならいいや、そんな。ああ、はい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 。あ、理解した理解した。うん。あ、たまにか。うん。そんならいいわ。うん。いや、泣かせてるでしょ、でも。え、泣かせてないよ。 いや、影で泣いてるよ。影で絶対泣いてる。うん。うん、だから、うん、目の前で、和道の目の前では、うん、涙見せないで明るくして、うん、和道の影では、うん、涙な、ないすごい流してると思うよ。ほんと。うん。<当>うん、だから、辛い思いさしてんだよ。だから、人気者だから、大手だから、うん、人気者で、和道ギャルズを、うん、たくさん、 抱えてるから、うん、抱えてるから、抱えてるけど、うん、あれじゃん、それは阻止できないじゃんだって、配信者だから、うん。プロ配信者だから、うん、ファンがつくのは当たり前だって、それも女性ファンもつくのも当たり前だって、うん、むしろ女性ファンが多くって、うん、だから、それは我慢しなきゃいけない。だから、あの、うん、 よくほら、ロックスター、うん、ミスチルの桜井さんとかもそうだったけど、売れない時代を支えた年上の女とかいたじゃん。うんね、奥さん、元奥さん,元奥さんそうなのね。うん、ねで、売れた途端に、うん、グラビアの胸でっかいのに乗り換えて、離婚して再婚しちゃったの。うん、最低だと思う。だからミスチルの音楽あんま好きじゃないんだよね。うん、うだから、うんうん、ミスチルの桜井さんの顔は好きだけど、うん なんか、そんなね、売れない時代を支えた女を捨てて、うん、なんか売れた途端にグラビアのね、おっぱい女に行っちゃうような女はね、クズ。うん、クズだね、マジで。うんうん、だからクズの歌は聴きたくない、聴きたくないから、うん、クロスロードは歌うけど、うん、ミスチルの桜井は嫌い。うん、だから、うん、ルッキ k フォ g ラ o r タチアカー、ニャー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 とか、あれは、あの、気持ちが交作する歌だから、好きだけど、ミッシルのラブソングは聴きたくない。君だけのためにこの歌を送るよって言っても、君って誰だよって話になるから、クロスロード奥さんのことだったらいいけど、クロスロードって古い歌、あの、知ってる知ってるよ。 今でも胸の奥に秘めた迷いの中でうううう、目にしたぬくもりをってやつ。知ってるよ歌うまくない歌うまくない歌うまい。ほ<当>、うんとやっぱ腹式呼吸できてるからかな演技部で。ちょっと本気で歌ってみて。クロスて一番からちゃんと想像でいいから。ええ。いいよ。 じゃ歌詞わかんないところにやでいいよ。何でもいいよ。歌詞わかんないところにやで一番からいこう。ワン、e ー、スリー、h r e ル f キーフォーラウン。たちなら。にゃーニャーにゃーニャーニゃーニャーニゃーニャーニャーニャーニゃーニャーニゃーニャ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 ーニーニ

手にしたぬくもりを決めたの迷いの中でにゃ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  Oh yes! Oh yes! ふーふーふー2番も行こうてれてってーん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 え、二番わかんないいいよいいよ1、2ルッキー・フォー・ランにゃ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  はい。にゃん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 にゃ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 んににゃ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 んにゃんにゃ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 んにゃんににゃ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  にゃ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 二度と愛せない誰でも胸の奥に秘めた迷いの中でふう手にしたぬもりを秘めた迷いの中でそれぞれの道を行く Oh yeah ファーイエー、ファーイエー。いやパチパチパチが来た。<の>パチパチ来た。他にミスチル、他にミスチル、何が好きなのいや、ミスチルは、それぐらいで、うん、畑元博畑元宏。さっきは、あのね、さっきね、うん、ドレさんが私のこと話してるのをちょうど見ちゃって、うん、すいません、本人ですって言って電話を吐したの。うん で、初めまして、なんか、なんか申し訳ないですって言ってあれしたら、いや、4時間の配信楽しかったんだけど、4時間もね、拘束してる配信者っていうか、ファン初めてだったからびっくりしたって言われて、うん。うん。あ、ほんとなんか常識がなくて申し訳ないですって言って、で、私、なんか、和道のことが好きなのって言われたんで、あ、好きじゃなくてファンですって言って、 これで、私は畑元博が好きだし、うん、見た目ね、うん、畑元博がベストな形で、うん、今は元彼と30万エステの人で揺れてるんですって言って、うん、その時に畑元博が分かんなかったらしくって、うん、どうして君が泣くのまだ僕も泣いていないのに。 やつ、うん、を歌ったの。そば、うん、にいたいよ。それが遠くな、にゃ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 僕にあるなら、いつも君に、いつも君に、笑っていて。 欲しくて、ひまわりのような、にゃ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 優しさを、ぬくもりを全部、これからもずっと届けてゆきたい、にゃ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 幸せに気づいたから、 っていう歌。よかった。すごいよかった。最後の方すごいよかった。すっごいよかった。響いた。最後の方すげえよかった。うん。まじか。気持ち届いた届いた今。旗の気持ち届いた最後の部分もう一回歌って。ちょっと後半の部分。後半の部分、サビ。ひまわりひまわりのようなとこうん、歌って、ひまわりのような、特別なや、優しさを、 ぬくもりを全部これからもずっと届けてゆきたい。にゃ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 幸せに気づいたから。いい歌だね。こんな感じ。うん、うん、あのね、買った方がいいよ。スタンドバイミードライモンで調べれば。うん うん、出てくるひまわりの約束って歌。俺、畑元宏はあれが好きなんだよ。<曲>エイリアンズが好きなんだよ。ああ、だから、キリンジャーはだから、うん、化石サイダーの前座から知ってるってお兄さん T シャツインしちゃってさ。うん、かわ可愛いのなんのってお兄さん。お兄さんはだから芸能界向きじゃなかったんだよね。エイリアンズ歌えないのやっぱ、エイリアンズ。いや、エイリアンズはね、歌えないな。うん、歌えないのか。さよならから離れ組だったら歌えるけど。 いや、それはいいわ。さようならはいい言葉じゃないか。そっかそっか。そう、エイリアンズじゃあ次まで覚えておくよ。え、メロディーとかわかんないにゃん、えー、にゃん、にゃ、にゃでいいよ。にゃ,にゃ、私、エイリアンズがね、頭の中で待ってて。逆にエイリアン,リアンいや、ちょっと待って。解放のエイリアンズが聞きたいから。うん あ h two. One, two, three, four. ニャ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 ニ あ、外国のやつだ、じゃあ。え外国のエイリアンズだ。私が知ってるの。のキリンジのエイリアンズが、エイリアンズが好きなの、俺。ああ、そっか。じゃあ、キリンジエイリアンズで検索しとくわ。知らなかった、曲。知らない、知らない。知らなかったんだ。ごめん、ごめん。私、旗だから。うん、うん。いや、旗本博もカバーしてる。 知識を広げてくれてありがとう。あ、うん、ウーアの真似でミルクティー歌える。ウーアも歌えるの？ウーア歌えるよ。傘ねあう唇に愛がこぼれる。ねねねねウーアってさ、愛花びら肩につまるみたいな。あれ歌えない？ウーアのさ悲しみジョニー歌えない？ 悲しみじゃに、にゃ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 心に傷を、にゃ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 にいにゃ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  合ってたよね。うん、にゃ、にゃだけど合ってたよね。メロディーバッチリり。もうそう。うん。うん、ウーアの息子の虹郎さんって知ってる村上虹郎。コッコとか歌えないのえコッコ。フット <laughs> フットボールアワー先生、コッコ。コッコ歌えるよ。コッコ私会ったことあるよ。嘘。あの、コッコがまだインディーの頃に、うん、 六本木でライブして、打ち上げまで参加しちゃった。うん、へえ、じゃあ、コック歌って。あの人、コミュ障えー、っとね、うんとね、うん、もう、早くして、打ち殺されたいの、はぁ、<laughs> みたいな感じ。いやなんか、 一番ちゃんと歌い切ってほしいからなんかいやー口乾いて無理だわもう歌無理歌無理かうん口乾いちゃったうんそっか、うん、そっかこんなんだってカラオケもだって一人で行けないからうんえなんで行けないのカラオケ一人で友達と彼氏とかだったら一緒に行けるけど、うん、人から無理だからな,なんで人から無理なのいやだから部屋狭いし、うん お化け出たら怖いし、1>, 1人は嫌だ。だから、うんうん、友達とは二人以上、2人以上10人未満みたいな感じ。あ、そうなんだ。だから、うん、うん、狭い個室入るには2人以上10人未満。じゃないと入れない、外の場合。部屋には1人でいられるけど。そうなんだ。うん、だから、一人ぼっちがダメなの、怖くって。あと、兵所恐怖症。うんうんうん うん。ドアが閉まって、ごゆっくりどうぞって言われてもごゆっくりできませんみたいな。うんこっちがごゆっくりできなから、うん、じゃあ店員さんちょっと見張りで私のとこ行ってもらえませんかって言って、うん、もしいいですよって言ってくれるんだったらカラオケとか、入れるかもしんないけど、うん、あと満喫とか、見回りよく来てくれるとか、うん、だったら入れるけど、一、うん、人では外は無理。うん、だから待ち合わせでも、うんうん 周りに人がいないと怖い。うほど。怖くなっちゃう。真っ暗だったり、電灯が切れたりとかすると、ううん。怖くて震えが出ちゃう。うん。そうなんだ。オッケー、ありがとうね、解放。長い間。あ、いいえ。なんか、いやいや、こちらこそなんか、うん。私がカラオケ人からやってたやつと演劇やってて、なんかこんなんでよかったのかな。うん。全然大丈夫だよ。 大丈夫本当にありがとう。じゃあ7日考えといてマッサージ。あと湿布で。あの全身白地獄。湿布白地獄。うん、分かった。いや、もう7日全然開けるよ、じゃあ。あ、マジで。OKOK。そしたら、あの、ペペローションで、ラブフォーでペペローションでマッサージしてもいいんだけど、ベッドベトになるから、私がオイル持ってって、オイルの方がね、多分ほら、 ペペだと、和堂がエッチな気持ちになられると困るから、うん、私、元カレと70万のカレあ30万のカレで揺れてるから、うん、和堂にその気になられると困るから、うん、ペペローションは使わずに、私が専用のオイルとクリーム持ってって、うん、このオイルとこのクリーム、どっちの匂いが好きとか、どっちの質感が好きって聞いて、どっちって選んでもらって、それでやるわ。このの後花火本当にくれんの あ、くれるくれる、あげるあげる。マジで、期待しいいのうん。何発かかるうん、もちろんもちろん。さっきコメントで何発えぇ、私、100発買ったことないから、貧乏だから、百発はあげる。100発いっちゃう。1発いっちゃう。100発いこうよ。てかね、今、おトイレ行きたいから、とりあえずトイレ行って、戻ってきたら一発あげるから、って挨拶だと思いや無理だって。100発行こうよ。貧乏だって、私。 無理ってかおしっこ漏れるから切るねおしっこ漏れるから切るねおしっこ漏れるから切るはいよザネイエスケープ早えなエスケープは早えな <laughs> お前コメント欄荒らすなよバカとかハゲとか書くなよなんでお前動画の内容も見ねえでお前パッドボタン押してんねんもう <laughs>